こんにちは、いちごのチャンネル。全然揃ってないわ。全然揃ってない。打ち合わせがないもんね。打ち合わせなしで。、はい、まあ、今日も高齢の女優さんたちに来てもらって、はい、ゴルフパートナー四つ街道練習場店から、ちょっとお送りしたいと思います。まあちょっと1ヶ月半ぐらい空いちゃったんですけど、うん、その間どうでした、練習とか。その間沖縄に行っておりました。沖縄ずっとずっと1ヶ月ほど沖縄に行っておりました。でもさえちゃんめちゃくちゃ練習したってね。私昨日この撮影日の前の日、友達とチッパに行ってきました。で、まあ、今日7番アイアンまた持ってきてもらったんですけど、はい、まあ、ずっとこれだけじゃ飽きるでしょ。そうですね、ドライバーとか打ちたいよね。まあちょっと新しいクラブ、まあ、ドライバーだったりありますね、ずらっと。そうそう、サンドウェッジだったりを作ってちょっと打ちこなせるようになって、次にまあショートコースに行くっていう。おお、コースってお外しましょう。かっこいい。やっと、まあ、次回はやっとお外の撮影。おお、楽しそう。ビールも待っているかもしれない。ちょっと成果見せてもらって。おお、いいね。おお、いいじゃん、いいじゃん。おお、だいぶ7番やんって感じが良かったから、うん、良かったから、次は、まあ、ドライバーの打つコツ、うん、はい、7番やんとやっぱり構えた時のボールの距離も違うし、いや本当長いな、そうそうそう、だからその時の距離の作り方とかもちょっと教えてくるんで、はい、まあドライバーって基本はティーアップね、まあティーをティーアップして打つんだけど、大体高さの目安としてこうボールヘッドがあるでしょ、こうやってヘッドこの厚みからちょっとボールがはみ出るぐらい、基本はこのぐらいにしてあげる。ボール半個分ぐらい出るようにしてあげる、うん、で、アドレスは今まで教えてた基本と大して変わらず、まあ、グリップするでしょ、うん、で、ストンと落としてで、近づいてきた。そうそう、まあ、大体拳1個半ぐらいで、普通に構えて打ってあげる、うん、まあ、ちょっと一回打ってみよう。危なっ。そこと立たない方がいい ね。そう、まあちょっと、ま、もう一回前に行ってもらってもいい。今のはこうアイアンみたく上から入りすぎて下打っちゃってる感じになっちゃったのね、ボールの下を、うんうん、ドライバーの場合はちょっとティーアップしてる分この高さにヘッドを通してあげなきゃいけないわけ、だから一回ボールの上で素振りをしてあげる。すごい上手いこと素振りしますね、めちゃくちゃスレスレで。そうそう、スレスレで、うん、そうするとヘッドが通る残像も見えるし、うん、こう浮いてるボールを打つっていうイメージにも良くなるから、うん、一回ドライバーの場合はボールの上で素振りをした後に、うん、絶対それむずい、そう、それを忘れないでそのイメージで打つ。そう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 、で、ちょっと打ってみよう。そうそう、ほら、当たるでしょ。めっちゃうまい。そうそう、スライスしてるけど、ね、いい感じ。まあ、ドライバーのコツはこんな感じですかね。はいはい、楽しい、うん、楽しい、飛ぶから楽しいですね。うん、そうだね、基本的に9バーヤンの倍とは言わないけど、9バーヤンが100ヤード飛ぶんだったらドライバーは200ヤードぐらい、220ヤードぐらい飛ぶから、うん、ドライバーが一番飛ぶクラブだとしたらサンドウェッジは一番飛ばないクラブだ。あ、飛ばないんだ。そうで、まあ、サンドウェッジの使い方としたら、まあ、もちろんフルショットで飛ばすっていうのもあるんだけど、基本的にグリーン周りで使うクラブとして、
サンドベッジってあるんで、最初あの緑の旗狙うんで。緑の旗。うん。はい、でちょっと打ってみますね。サンドベッジ。すごいな。ど真ん中行くじゃん。やば。やばめっちゃ近い。もう入るじゃん。すごい。じゃあその時の、まあ、ありがとう。まあその時のコツとして、あのフルショットの時は結構大きく構えてたでしょ。うん。短いショットの場合はちっちゃく構える、うん、短く持って、はあ、そう、これが目いっぱいの長さだとしたらこのぐらいで持って短く持ってあげる。なるほど。こんな短くていいんですか。そう、短く、そう、通常このぐらいのスタンスだったでしょ、はい、大体自分の骨盤の大きさぐらい、はい、そう、骨盤の幅ぐらい、それをもう半分ぐらいにしてあげる。もうちょっとくっつけていいぐらい、拳一個が入るぐらいのスタンスの幅。なんかね、大きいから余計にすごくちっちゃくなって、そうそうそう。で、ちっちゃくした方が当てやすいの。うん、ちっちゃいスイングに対して。やりたい、楽しそう。そうそうそう。で、短く持って、コツンって当ててあげる。すごいっていうのがある。あ、弱い。ちょっと弱かった。でも転がった。そうそう、まあ、あんな感じ。すごい。どうぞ。短く持ってボトン。でもうちょっと近く立ってあげる。近く立って。そう。でボールの位置は真ん中ぐらい。真ん中ぐらい。そうそうそう。おお。おお。うまい。うまい。めっちゃうまい。一番のところ行った。アプローチ一番うまい。うまい。さすが北海道。北海道女ですよ。器用だね、器用。確かに器用。なるほど、面白いね。ちょっとプレッシャー、プレッシャー。サラちゃん、ちょっと行ってみよう。すごいプレッシャー。力加減もわからん。お。いいよ。え、力加減わかんないよね。わかんない。一つアドバイスとして、サラちゃん、上げ方はいいんだけど、体が、これ止まっちゃってる。止まっちゃうと力がここでインパクトで止まっちゃうから少し体を向き方向に向けてあげる。すごい。そうすると簡単にもうこうだったら入ってる。力が前に行くからおへそをちょっと向き方向に向けてあげる。一回素振りしてみよう。そう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 。短く持って近くに立って、そう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 。でここまで振んなくても大丈夫。こうスピン。球をこうスクオーっていうか下にこうスッてあげる。ここの部分をスッてあげるイメージ。そうそうそう。そう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 。ちょっと勝手に球上がってきた。そうそうそう。おお。ちょっとアップしたけど。スッタリ。そう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 。スッタリ。そう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 。ちょっと短いけど、ああいう感じで捉えるのがベスト。わかりました。OKかな？はい。ショートコースはこのドライバーと7番とサンドウェッジがあれば大丈夫。まあ基本その3本で。おで、あとまあパターがあるんですけど、はいはい、まあ、パターはちょっとここで練習できないんで、はい、あのショートコース行った時にパッティンググリーンで、まあ、ちょっとコツをあの教えてたら、はい、コース行きましょう。イエーイ、ついに。でショートコース行って、でその後本当のラウンド。あ、その後、まあ、これ、これ、まあ、これ、これそのラウンド、そっちのラウンド。OK、じゃあまあ、今日はこの辺りで。はい。で、この動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録と、うん、高評価、お願いいたします。お願いします。お願いします。